皆のみさん、こんにちは、カンです。ということで今日はですね、この王者ラケットを交換するべきかどうかについて説明していきたいなと思います。まあ、今回ですね、この3本が追加されたわけなんですけども、まあ、どれもですね、結構特徴的な能力を持っていて結構強いわけなんですよ。で、まあ、あの、結論から言いますと、シングルス勢は、あの、交換しなくていいんじゃないかなと思います。ダブルスをしてる方はですね、このラケット必須になる可能性が非常に高いと思われますので、あの、これは交換していいんじゃないかなと思います。まあ、これはですね、オートスキル1でスインゲーレアプラス 7でボレーで返球時に控えを含まない味方の SS ゲージプラス2%っていうことでシングルスではねこの,あのボレーで返球した時の SS ゲージプラス2%っていう恩恵は得られることができないんですけどもダブルスであればですね仲間の SS ゲージがプラス2%するっていうことでまあ結構ね SS の溜まり声がいいとしかもですねギアショットが結構強くて赤らきに似た性能ではあるんですけども打球時にえっと自分と味方に15秒間 SS ゲージ自動蓄積の強化状態を付与するショットっていうことでま赤オラケットっていうのはね30秒間 SS ゲージ自動蓄赤オラケットっていうのはね30秒間 SS ゲージ自動蓄積 わけなんですよあれ30秒間かけてあの何も打たずに50%までたまるっていうラケットなんですよ。で、このね、あの納豆さんラケットに関してはですね、15秒間でどんだけたまるかっていうと、あの大体22、3、4%ぐらい。だから25%までたまらないんですけど、22、3、4%ぐらいなんで、2人ね、この納豆さんラケットを持たせることによってですね、赤ラケットと同じような効果をですね、あの15秒で。 発揮することができます。はい。まあ、赤らけはですね、一人、一人だけ赤らけ持ってるとするじゃないですか。ほんで、その GS を打ってあげるとですね、30秒間かけて30%、あ、50%。なので、15秒間で25%しか溜まらないのに対してですね、この、納豆さんラケット二人とも持っていることによってですね、自分も15%溜まるし、仲間が打った分で、この味方に15秒間 s 付 g 自動蓄積っていう能力も乗るので、これでね、あの、赤らけとほぼ同等の能力を半分の時間に実現することができるんですよ。なので、 このすごいあの優秀なんじゃないかなと思います。しかもこれボレーで返球した時に2%増えるっていう点でもね結構強かったりするので、まあ、これはほんまに交換するべきものなんだなと思います。でまあダブルス勢の方はもうめちゃめちゃ交換してるわけなんですよ。 なんかもう普通にね、5本とか7本とか交換してる人もいるわけなんですよ。なんでね、そんなに交換してるかっていうと、それぞれのラケットにそれぞれ違うスロットスキルをつけてるからなんですね。ほんで、まあ、主にこういうね、スロットスキルつけてるんですけども、雪属性のキャラは3ポイント取るまで SA 増加量プラス25%で、以降も SA 増加量プラス10%っていうことで、これね、あのスロットスキル1も厳選する人が多いと思うんですけど、SA 増加量プラス5%もこれ、同時につけるんですね。それがあることによってですね、あの3ポイント取るまでプラス30%かつ 2ポイント以降であっても15%を乗るっていうことでね、こういう厳選をしてるっていう感じなんですよ。これね、常駐のやつであればね、3ポイント取るまで成長からプラス25%だけなんですよ。3ポイント取るまではすごい溜まるんやけども、あの3ポイント以降はもう全然溜まらんっていう条件なのからそれを打開する策としてこういうね、あのすごい限定的なスロットスキルっていうのが登場してるんですよ。先ほど説明した雪属性のキャラだけじゃなくてですね、灼熱属,属性用であったり、スター属性用であったり、新海放キャラ用であったりね、いろいろあるのでいろいろあのいっぱいね、納豆さんだけと交換してるっていう感じになってる んですよでも赤ラらけの先ほどねあのー、対比したと思うんですけど赤ラらけの場合はですねこのスロットスキルがねあちょっとだけ特殊なもんとなっておりましてこの SSO ガルプラス5%ってねあのー、なってるじゃないですかこのねあの納豆さんギアの場合はでも赤ラらけであったりとかあとシーズン戦のギアもそうなんですけども初めのねこれ。 スロットスキル値が SSO からプラス7%ってやつをつけることができるんですね。なのでこちらの方が3ポイント取るまでの量とか、まあ、あの、3ポイント以降とかでもね、全部めちゃめちゃ溜まるっていう感じなんですよ。なのでこちらの方がいいって方もいますし、まあ、納豆さんギアでも初めすごいね、SS 加速して使うって方もいるので、まあ、それはほんまに好みに分かれるんかなと思います。まあ、今回のね、あの、この話を聞いて納豆さんギアいいなと思ったら交換したらいいと思いますし、別に赤らけでもええやんと思ったんであれば、別にそのままでもいいかなと思います。 で、まあ、シングルスでの方はね、ちょっと注意してほしいんですけども、こちらの納豆産ギア、この緑のギアですね。これはですね、あの、オートスキル1のボレで返球時に SS ゲージプラス2%っていう能力も乗らないですし、ギアショットでね、15秒間 SS ゲージ自動蓄積の効果も、別にシングルスやからって2倍になるっていうわけではないので、まあ、実際にこれね、シングルスで使ってもですね、22、3、4%ぐらいしかたまらないっていうのがありますので、まあ、こちらあんまり良くないんじゃないかなと思います。ただですね、まあ、あの、15秒間でまあ SS が早くたまるっていう点では、あからけよりもいい、 っていうね、方もいるかなとも思うんですけども、それを使うのであればですね、色メロラケットっていうね、常駐で交換できるラケットありますので、そちら交換していただけたらなと思います。 ま、あ色メロラケットはですね、10秒間 SS ゲー自動蓄積で、納豆さんラケットは15秒間。で、赤だけは30秒間っていう感じではあるんですけども、それぞれ蓄積量っていうのがね、違うんですよ。まあ、あのー、色メロラケットであれば10秒間で40%まで貯まる。で、この納豆さんギアであれば15秒間でですね、22、3、4%くらい。で、赤だけであればですね、50%まで貯まるっていう感じなんですよ。で、まあ、ああのー、時間的な計算で言うと、10秒間で40%貯まる方が僕はね、あのー、いいと思いますので、シングルスで、あの、初手として使う場合であればね。なので僕は色メロ ラケット結構押してるっていう感じになっております。 で、初め2分忘れてたんですけども、まあ、前までね、この王者ラケット的な感じで、その新キャラのモチーフラケットって月でね、あの3本ずつぐらい追加されとったんですよ。でも、なんか半年ぐらい前からですね、ギアの追加が、まあ、シーズン戦のために1本追加って感じになってて、まあ、ヘリオブライトとかね、あのギガスループスとかそういうラケットが1本ずつ追加されとったわけじゃないですか。でも、これやったらマンネリ化だよね、っていうことでですね、運営さんがギアアップデート、あの大量追加ってね、あの前のオセニアで言ってたわけなんですよ。もう1ヶ月前ぐらいですかね。で、まあ、あの、その総数はなん とですね少なくとも10個っていう感じほんでまあこれってどういうことかっていうと最低でもラケット5本でシューズも5足っていう感じなんでも結構ねそれだけでも環境がすごい変わる可能性があるっていうのと交換にはですねラケット であっても靴であっても4本とか4足いるわけなんですよこれで大量になりますので今までずっと貯めてきたっていう方はね全然問題ないかなと思うんですけどもまあ、僕の場合は全然ねそこまでないですしまあギアをそこまで引いたことがないっていう方もねそんな素材ないと思うのでまあ今回のギアはねダブルスで以外はあの流していいんじゃないかなと思いますでこちらに書いてるギアアップデートってやつはですね無敵だけの GS 打てる回数が増えるみたいなね昔に出たギアが強くなるっていうわけではなくてですねスロットスキルの厳選が楽になるっていう内容なので、まあ、昔のギの ギアも交換しなあかんっていうわけではないので、まあ、そこまでね。あの心配しなくてはいいかなと思います。で、まあ運営さんがですね。年明け1番にギアがかなり大掛かりに変わるって言ってて。ほんで。まリアル大会の。 リアル大会王者のギアもね、そんなに遠くないって言ってたんで、なんか当初の予定的には2桁の数のギアが先に追加されるんやったんかなとも思うから、ほんまにもうすぐね、大量のギアが来ると思うんですよ。なのでね、あのー、今回のギアはスルーする方が得策なんじゃないかなっていうのが僕の意見になります。まあ、一応ですね、この2つのラケットも結構強くはあるので、全然交換する価値はあると思うんですよ。まずまあ、レンジャー3ギアに関してはですね、グッド以上で返球陣5秒かシスインゲリアプラス5%っていうことで、まあこれはね、もう常時スインゲリアがプラス5%すると思って、あの問題ないんじゃないか、 かなと思いまます。まあ、普通のラケットはですね、スタミナが緑色でスイングイがプラス7%ってやつなんですよ。こっちの方が7%で2%広いからこっちの方がいいじゃないかって思う方もいるとは思うんですけども、緑から黄色に体力が減った時にですね、ガクンとスインゲイが狭くなってしまうのが結構ね、デメリットになるわけなんですよ。そのデメリットを解消できるのがこのオートスキルなんで、これも結構ね、優秀なんじゃないかなと思います。で、それに加えてですね、オートスキルもう一個あって、リード時にスマッシュ、自分がスマッシュで返球した時にですね、S ゲージプラス2%ってやつがあるので、まあ、これあるに越したことがない性能なんですよ。ただまあ前にですね、まあ、昔 ラケットとかいいっぱいあるんですけども多分ね、俺が知ってる中でも3番あるから多分4、5本あると思うんですけども、あの、スマッシュで返球時に、ね、SS SS ゲージプラス3%ってやつもありますので、こちらのね、このスマッシュの時に SS ゲージプラス2%するめっちゃええやんと思って交換するのはやめた方がいいんかなと思います。 で、GS も結構強くてですね、打球時の SS ゲージプラス10%するっていうことで、シルビアラケットみたいな感じになるわけなんですよ。それに加えてですね、ボールが遅くなる効果を回復、&SS 改変強制発動を回復し、20秒間無効化にするっていうことで、ね、しかもこれ2回打てるんですね。これ結構いいですよね。ほんで、まあ、ここで注意してほしいのはですね、SS 改変強制発動を回復して無効化するだけなんで、SS 改ざんである春とかは、あの、対策できないので、そこだけ注意していただけたらなと思います。あ、それプラスもう一個あの注意してほしいのはありました。これボールで遅くなる効果を回復、 って書いてるから、これ最後のね、20秒間無効化にするっていうね、能力、ボールが遅くなる効果を回復ってやつもね、乗るかなと思ったんですけども、あの、乗らないらしいですね。なので、ボールが遅くなる効果を回復するのを2回打てるだけなんで、サテラ対策には結構使えないかなと思います。ただ、だって、あの、1回回復したとでさ、すぐ対応弾ぶつかったら意味ないやんか。ま、その間にスマムコをつけれた、つけれたりしたら、ま、話は変わってくるんですけども、ま、そんな簡単につけれたりする話じゃないと思いますので、まあ、あの、その、サテラ対策に交換するっていうのはやめた方がいいんじゃないかなと思います。 でも、あの、SSS のキャラとかですね、あの、SSS まで食べるまでに SS の状態で SS を打たせられるっていうパターンがありますので、そちらを対策するためにですね、このラケット交換すればめちゃめちゃいいかなと思います。SSS のキャラをね、あの、普段ずっと使ってるって方はですね、こちらのキャラ全然交換する価値はめちゃめちゃあるんじゃないかなと思います。続いてですね、カンナスカのレプリカという感じで、まあカンナスティさんのね、モチーフラケットではあるんですけども、このラケットもね、あのー、まあ正直ね、まあ、強いっちゃ強いんですけども、勝率が劇的に変わるかと言われれば、 ま、あ微妙なところではあるんですよ。ただまあキャラガチャ、ギアガチャね、毎日一回無料引けるんですよ。これどちらかなんでね、あの、僕はギアガチャの方を毎日引いてあげた方がいいんじゃないかなと思います。ただまあキャラで結構強いキャラ入ってますので、こちらのキャラね、どうしても欲しいってい方はね、あの、毎日無料で引いても、まあ、いいと思うんですけども、そちらのキャラ別にいらないやと思う方であればですね、ギアガチャを引いていただいて問題ないんじゃないかなと思います。 で、まあ、このラケットのね、能力なんですけども、オートスキル1でですね、スイングレーがプラス7%、スタミナ緑色の時のやつでね。はね、ま、交代のポイント開始に s s ージプラス5%っていうことで、まあ5、5%でそんな大きい数字ではないんですけども、これも蓄積されるとですね、まあ、結構大きな数字になる可能性もあるので、まあ、ないに、あるに越したことはない性能なんじゃないかなと思います。で、ギアショットを打った時にですね、着弾点にワンポイント間だけではあるんですけども、イレギュラーバウンド障害物ギミックを設置する早めのカーブショットっていうことは、これ早めのカーブショットって言ってますけど、あの、早くないです、正直ね。あの、リリカルスペシャルの、まあ まあ、何パーセント減とかは、あの、言えないんですけど、まあ、あの、まあ、遅いです。 リリカのスペシャルとか、普通のカーブ SS とかよりも遅いので、まあ、そこだけは注意してくれたらなと思います。あまあ、結構見た目的には結構遅いので、まあ、逆に取られへんっていう場合もあるんですけども、あの、このカーブショットで特定する目的としてね、このギアを使うのはなしなんじゃないかなと思います。ただ、まあ、これね、イルギラーバウンド障害物ギミックってやつが設置できるんです。これめちゃくちゃでかいんですよ。どんだけでかいかっていうと、リリカの S s とかスペシャルよりもでかい。な、あの、ラインズバーリリカのカウンターシュに出るね、ギミックとあれと同じ大きさなんです。なので、めちゃめちゃコートを妨害 でできるんですよなので、まあ、うまいコンポとか見つかるようであればですね、こちらのギア交換してもいいとは思うんですけども、劇的に勝率が変わるというような感じではないと思うので、僕はね、交換しなくていいかなと思います。しかもこれ GS1 回だけなんでね、まあ、GS 回復する系のね、キャラと組み合わせたらいいかなとも思うんですけども、まあ、そちらはね、皆さんの,あの判断次第でやっていただけたらなと思います。あ、それに加えてですね、これギアガチャですね、エースジェル250個使うとですね、はじめにこれ、セレクトってやつがゲットできるんですよ。これ、星4ギアセレクト券っていうのはどんなんかっていうと、この今回出たこの3体のね、ラケットの中から、 一本、好きなやつ自分で選べます。はい。10個の中から1個とかそういうわけではなくてですね、セレクトなんで、もうこれ一本確定でゲットできるので、こちらもね、まあ250って結構大きな数字であるのでね、まあ微妙かもしれないですけども、余裕のある方は全然ね、あの、こちらで一本確定でゲットしていただいてもいいんじゃないかなと思います。ということで、今回ですね、こんな感じで終わりたいなと思います。ということで、またお会いしましょう。バイバイ。